こんにちは、内定率 100% の就活塾ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。どうしても行きたい第一志望の会社があるのですが、残念ながらそこのサマーインターンに落ちてしまいました。サマーは内定直結型ではないようなのですが、サマーに落ちた会社は本選考に応募しても無理なのでしょうか。こちらに回答していきたいというふうに思います。結論、無理ではありません。外資系の金融会社や外資系のコンサルティング会社を除いて、サマーからしか取らないという会社はそこまで多くなく、早期選考や本選考から採用するという会社の方が圧倒的に多いです。その際ですね、当然サマーインターンを受けてない方もたくさん応募してきて、その人たちを含めた人材の中から良い人材を採用するということになりますので、サマーを受けていないからダメだとか、サマーに落ちたからダメだということはありません。ですから、サマーで落ちた記録が残っていると本選考でもエントリーシートを見られず、すごく切られる、そういったこともですねありません。ただし、サマーに落ちているということは、少なくともサマーインターンを受けた学生の中で現状下位の方に位置しているということは間違いありません。受験でいうと高3の夏の模試で D 判定みたいな状況ですので、 ES なのか面接なのか、落ちたポイントを明確にして自分の苦手なポイントを克服しなければ本選考で内定できる確率は現状低いというふうに言わざるを得ないと思います。本選考までの間に急いで対策したいという方はぜひですね、ホワイトアカデミーの無料相談会に一度お越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。